何してたんやこれは。これはフェスティバルか。訪問はしてもあれか。まあ一回戻るか。200m 先で左に曲がって、左へ曲がって、 200m 先から右側をキープして、右側をキープして、 400m 先で右に曲がって、右肩がまた右に曲がって、近くにホライゾンのトップドライバーがいるわよ。チャレンジしたいかと思って GPS に位置をマークしておいたわ。右に曲がって、何か教えて。何か3台だけなんや。全部オンライン系か。チェックが入ってるってことは終わってるんか。これいっとこか。
400m 先で左に曲がって、左へ曲がって、400m 先で右に曲がって、これは網か、きなり網、右に曲がって、これかハード、なかなかやばそうやな。さすがに間に合わない。終了。気にするな。今のは難関だった。もう一回トライしよう。間に合うかな。まっすぐ行きゃいいかな。ご丁寧にしてよ。間に合わない。さすがにそんなんだ。もうあそこに行きゃいい。俺も違う。
多いから安全を確認して U ターンして。さすがに無理や、そんな無茶は無理か。気がなかったらいけるけど、さすがにきついな。正直に言ったら間に合わんじゃん。400メートル先で左に曲がって、400メートル先で右に曲がって。うわお、時間がない。この時点でアウト。あーちゃー、無理無理無理、これは無理やな。
食事のドライブ。
面。対向車線を走る。目的地に到着したわ。よいしょ、結構走ったな。これか。安全を確認して U ターンして。2つ目の出口から出て。目的地に到着したわ。残念だけど、今乗ってる車ではこのチャンピオンシップには出場できないな。この中から車を選んでレースするか、ハブに戻って別のチャンピオンシップに参加してくれ。つけてるぞ。次のレースに勝てば王座は君のものだ。これはまた早いからなかなか難しい。禁物。ホライゾンチャンピオンになりたければ勝ち続けないと。了解です。わお、
チャンピオンシップ3戦3勝、完璧なスタートだ。ちなみに君の前に出だしの3戦を全勝で飾った最後のドライバーは、うん、僕だ。よくやったな。最初のロードトリップはこれで終了だ。フェスティバルに戻って今夜の表彰パーティーに出る前にちょっとやることがある。ここで落ち合おう。ほう、トレイン。400メートル先で右に曲がって。聞いたことがあるかもしれないが、モンテリーノ近郊にクラシックカーが放置されてるって噂がある。マップをチェックしてくれ。なるほど。バーレスのエイミー・シンプソンからホライゾンフェスティバル、次のショーケースイベントのお知らせです。開催地はシストロンの近郊。聞いた話では準備が軌道に乗ってるって。つい笑っちゃった。この後もパルスでね。200メートル先で左に曲がって、左へ曲がって、左に曲がって、目的地に到着したわ。長いが、このコースを走るのにフルビアに勝る車はない。
400メートル先で左に曲がって。左へ曲がって。400メートル先で右に曲がって。右に曲がって。初めての夏のロードトリップを終わらせたな。これでホライゾンクラブへの入会資格を獲得だ。クラブではフレンドや気に合うレーサーたちと集まってチームを組んだり競争したりリワードを稼いだりできるぞ。参加するクラブを選んで。後で参加でいいか。了解です。そもそもオンラインやってんのこれ。だいぶ古いけど。今が40分、あと20分か。ねえ、私が言ったことを覚えてる？新車を買うと新しいイベントに参加できるようになるの。次のチャンピオンシップ会場まで新車に乗っていけば運転しながらフィーリングをつかめるわ。ほう、どれでもいいけど。現在の車ラジオのチャンネルに新しいラジオ局が追加されたぞ。みんな
準備はできたか？このロードトリップの最初の行き先はモンテリーノだ。これはレースじゃないぞ。時間は気にせず移動を楽しもう。いいか、出発だ。これまた変わった音楽で、400m 先で左に曲がって。左へ曲がって。倒しまくりで。400m 先で右に曲がって。右に曲がって。最初の出口から出て。ああ、しまった。ああ。
セブストン・マレディット・フェスティバル。スーパーカーチャンピオンシップ、これを見るとレースに戻りたくてたまらなくなるよ。ああ、君が羨ましい。それじゃレースを選んでチャンピオンシップを始めよう。よいしょ。途中20分、13分かで、今がこれか。ここまで実に素晴らしい活躍ぶりだ。感心したよ。もし興味があればちょっとした仕事を頼みたい。 PR チームがフェスティバルの全車両の写真を必要としてる。君が写真を撮ってくれたら1台につき1000クレジット支払おう。ボーナスも出すぞ。そうだな、35台ごとに1回でどうだ。まずは自分の車の写真を撮るところから始めてくれ。ほう、たリアルやな。古さを感じへんな、これ。ピカピカやな、これ。ダメージリセット、このテカリ具合がたまらんな、これ。いい写真だ。楽な仕事だろ。ほう、レベルアップ。おお、日産シルビアクラブケース。あら、また当たる。先で右に曲がって。右に曲がって。さて、次のレースはスクランブルイベント。オフロードセクションには気をつけろ。
滑りやすいからリアが振られないように。うん、4時間半かすごいな。グレートドリフト。スキルポイントを獲得したわ。激しい楽曲やな。ベンダ、言ってあったかわからないが、チャンピオンシップの途中でも車を変えることができる。
ただしチャンピオンシップへの出場資格を持った車を選ぶこと。よっしょ。さあ、ではではでは。